たまにしか来れないんですよ。初回の時に飲み直しして、で今回ずっと連絡取ってて、やっぱもう一回会いたいなと思ったんで、ちょっと来ました。飲み直しの時に向こうはちょっと冗談だと思ってるかもしれないんですけど、シャンパン入れようみたいな話をして、ちょっと入れようかなと思ってお金も貯めてきたので、今日は楽しく飲みたいなって思ってます。喜んでくれるかな。いらっしゃいませ。今日ありがとうね、ちゃん。わざわざ遠いところから来てくれて。でもこの辺じゃないもんね。そう、新潟から。そうだよね、あの時来たもんな、初回の時。でもレイジがね、もうちょいかかるらしくて、なんか連絡取ってた。もういるから来ていいよって。あ、ほんと言われたから来てた。もうレイジがその段階で言ってたんだ。あ、そう。あ、そうなんだ。明日は大丈夫な予定とかは。じゃあもうちょいしたら、でもそうやな、そしたら早く会ってね、喋りたいもんな。失礼します、美味しくいいですか。来たね。失礼します。いつきとは仲良くなれそう。いい子すぎる。長すぎる。いい子すぎるね、ほんと。あんまりいない子の。あんまりいないね。歌舞伎町であんま見ないよ、これ。ほんとにいいね。で、なんでそもそも歌舞伎町に来てくれたの、この前は。タイミング。前回たまたま東京に遊びに行ったことなかった。じゃあホストとかもあんま。そう。で、レイジがかっこいいなと思って、いいなと思ったから飲み直しもして、で今日楽しみに来たんだけど、ね、もうちょっと待ってな。すごいすごいすごいね。TikTok のライブでさ、ホストの人がライブしてるのとか見るの。なんかやってるね、今ね。ハマってた時があって。そういうのよく見てたんだ。見てた。へぇ、知らんのね。じゃあ笑うよな。イケメンとかがいたら見ちゃうもん。さすがにそうよな。もう結構やもん。30分くらい経って。そうよね。来るって言ってたんだけどもう。ちょっと日付間違えちゃったから。いや、そんなことないと思う。だって今日って言って来たんだもんね。もうついてる。そうだよね。そうだよね。なるよね。ごめんね、逆になんか不安にさして。じゃあ乾杯しようか。ここにいるんだったら楽しんでもらいたいからね。乾杯しましょう。乾杯。あ、もしもし。やっとじゃ、何回もかけたんだよ。え、今何してんの？40分くらい待ってるよ、今。今起きた？いやいや、やばいって。だから今早くコント、今日会うって約束してんでしょ。やばいよ、ちゃんとしなよ。え、マジでめっちゃ待たしてるから、で終電で帰るって言ってるからちゃんと来な。今から来るのね。あー、オッケーオッケー。じゃあちょっと待ってるから早くね。いや、お待たせ。ただいま。なんかレイジがちょっとトラブルあったっぽいんだけど、うん、まあでもすぐ来るっぽいから、ちょっと俺らと楽しく飲んでよ。うんうん、楽しませるわ。じゃあ、いただきます。うわー、マジでごめん。おー、来た。ごめん、遅れたわ。来た。ごめん、マジで。ありがとう、今日来てくれて。いや、ほんとなんか今回で2回目ね。嬉しいね。いや、嬉しい、マジで。しかも遠くからね。そう、新潟から来てくれたね。やばい、テンションマックスだわ。嬉しいよね、こうやって来てくれるね。今日もいい一日がもうスタート始まりましたんで、はい、今日はたくさん飲んでいきます。はい、じゃあ飲もうか。はい。
じゃあ走ってきましたわ。なんかあったいやなんかね、まあ事故っていうか、まあ、うん、事故的なものがあって、あ、そうなの、まあ、ね、みんなちょっと気をつけてよね、ちゃんとね。こんなこと言う前に、自分がちゃんと謝るよ。あ、そうね、まあ、俺は言ったからね。うん、そうそうやな、確かにな。結構、ちゃん心配したんですレイさんが、しかも会うの2回目だし。まあ、そうだよね、うん、確かにね、2回目でね来てくれて、こんな結構待たせたっていうのも、まあ、もう本当に申し訳ないな。そうね、まあ、うん、まあ、ちょっと無事こっちに、まあ、そうね、来れたからね、はい、ちょっともらっちゃっていいですか、なくなっちゃったんで。いいよ、はい、いいよ、OK。 じゃあ、ちょっとワンセット、いただきます、いただきます、ありがとうございます、ありがとう、いけるよ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。あ、そういえばさ、この前なんか飲み直ししてくれたじゃん。で、なんかシャンパンとか考えてくれてさ、ね。それ、シャンパンとかどう？今日やる？前回もやったけど、今日遅刻してきたと思って、ヘラヘラしてるし、今日は嫌だ。まあでもね、まあ遅刻したらマジで申し訳ないし、なんかそういうのは俺もまあしっかりとせなあかんけど、でも今日は、うん、もう気分も変わったし、この後電車で帰んなきゃいけないから、これ切らす？電車の時間あるから、うん、お会計、じゃあ出そうか、うん、出すか、お会計で出してくるよ、お会計、はい、ちょっと本当にごめんね、まあ、なんか遅刻したっていう、まあその事前にね、連絡すればよかったかもしれないけど、しません、絶対気をつけてね、うん、遅刻しないよ。はい、ありがとう、じゃあ今日もありがとうね、ありがとう、はい、気をつけてね、気をつけてね、ありがとう、じゃあね。てかやばいな、ん、やばいな、どれが遅れてきてるのがやばいな、だって遠くから来てくれてるんですよ、何を考えてるのかちょっと分かんないけど、うん、考えてみたってせっかくわざわざ会いに新幹線で来てるのに、それに1時間半も遅刻してるのが女の子の気持ちを考えてないよ。ではそもそもなんで遅刻したの？いや昨日の、うん、まあ来てくれたじゃん、うん、あの子の、うん、そのアフターでちょっと、まあ、朝まで飲んで、なるほど、マナコも結構心配してたな、うん、あんまり一個そんなあんまり言うのこういうこと言うのくださいあんまりいないんで、うん、あんまりしてあげた方が、まあね、そうだなそこはちゃんと改めるべきだな。ちょっとめっちゃ二人とも本当申し訳ないです。まあまあまあ分かってくれたらいいです、ちゃんと謝ったら許してくれる子だと思う。そうだね、謝ればいいと思う、そうだし、そう、まあ電話してみようか、うん、ね、まあ気持ちよく帰られてなかったんで最初、まあ、そりゃそうっすけど、まあもう一回呼び戻して、まあ僕からもちょっと改めようかな、まあ、来てくれると嬉しいですね。マジでありがとう、本当にありがとう、ありがとう、まあ、さっき俺がさ来てくれ
来てくれたのに、まあ、俺があんな態度とって、それでまあ5億人言われたんだけど、この後も一緒に楽しめたらなって、で楽しみたいなって、てか楽しませるからって、楽しませてあげたいからなって思ってるから。シャンパンか、別に今日はいいよ。今日はね、そこは考えないで、今日で楽しもうって思うから、ね、一緒に楽しもうね。明日なんかある？うん、じゃあ夜帰ろうかなって言って。あ、そうなの。まあ普通の俺が、まあ、タクシー、まあ交通費出すから朝まで飲もうよ、ね、うん、うん、飲もう。こんな遠くからさ、わざわざ来てくれっていうのに、まあまず遅刻したまま、もう本当にそれが一番良くないかもしれないけどね、ここまでのまあ、距離というか、その気持ちで会いに来てくれたわけだから、まずそこはちょっと考えるべきだと思って改めて思うし、お客さんがさ、こうやって来てくれてるのもちゃんと改めてね、感謝って、これ当たり前じゃないしね。まあ、今回は本当にごめんなさい。そうね、うん、ゴーもマジで、うん、ありがとう。全然全然マジで申し訳ない。分かってくれたらもうそれでいいですよ。タシ飲もうか。飲もうか。ありがとう。そうだな。はい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 。いやでもホストでも限らないんですけど、時間ってめっちゃ信用だなって思います。まあ姫にはそういうのは理由とか関係ないんで。